さて、それでは私もサーヴァントとしての最後の務めを果たすとしましょう。空に浮かぶ射手座、それが私であるならば、私は常に矢をつがいている。つまり宝具はもう発動済みです。神明を発動させる必要性、なぜなら矢はすでに放たれているからです。